はい、どうも、ゆきでございます。本日もゆきおとワインをやっていきたいと思います。ワインはこちらですね。はい、いや、綺麗なエチケット、うん、なんか水彩画みたいな感じのね、エチケットでございます。こちらはイタリアワインですね。生産者はイ・マンドルイさんですね。はい、まあまあそこまで有名ではないけども、非常に、いいワインを作る生産者です。うん、飲んだことはあるんですけど、まあ試飲程度なので、まあ、その段階でもすごくいいなと思ったワイナリーですね。うん、それの赤ワインです。で、場所はイタリアのトスカーナだね。まあ、キャンティが作られる州だね。トスカーナ州とはフィレンツェです。で、そのフィレンツェから、少し海沿いの方に、海側ねに行くと、まあ、すごく有名な産地にボルゲリっていう産地があって、それはもうイタリアワインでは多分一番有名な高級ワインだと思われるサシカイアっていうねワインがあるんだけど、それが生まれる場所がそのボルゲリっていう地区なんだけど、で、まあ、そのボルゲリから少し南の方に行くとね、スベレートっていう地区があります。で、そのスベレートっていう地区の生産者だね。なので、結構ね、海沿いの方には行くので、そのまあ海からの風とかの潮風の影響もあって、畑自体はすごく、まあ、あのカビとかにねやられないような風が吹いて、結構健全なブドウが育つ場所になるらしく、でしかもこの、マンドルリさんがある畑はね、結構そのスベレートのあのがある村か町か村かな、うん、でその、そこの南の方に行くと旧市街の南かって書いてあった行ったことないからわからんけど、行くと結構有名ワイナリーがあるんだけど、その、まあ、有名ワイナリーがなんか点在する場所が南側だとすると、このマンドルリのワイナリーがあるのはその北側らしくて、うん、でちょっと標高も高い場所にあって、でそこの場所っていうのはなんかもう本当に昔から化学肥料とか除草剤とかそういうのが使われてない畑があったらしくて、でそこを開墾して畑をブドウ畑をね作ったとのことで、もうそこにこの存在する土の中に存在する微生物とかそういうものたちはなんかもう本当にはるか昔からねそこに存在していたようなものなので、その土地の多様性っていうのが、ある場所らしいです、どうやら。はい、なので、まあ、そういうふうなことを聞くと、まあ、すごくねブドウワイン用のブドウを栽培するにはすごくいい場所だったのかなという感じで、まあ、多分そこまであの土地的に有名な場所じゃないから、多分かその場所の名前とか書けないんだよね。これ多分ビーノロッソだから、本当に一番その、まあ、その中格付けというか、イタリアのねその法律的な格付け DOCG とか DOC とかそういうのに全く属さない場所になっちゃうんだろうけど、うん、でも素晴らしいワインを作る生産者なんだよね。でこの、うん、このねビーノロッソはエントリーラインなんだけど、サンジョベーゼ、もうトスカーナといえばサンジョベーゼだね。サンジョベーゼを 80% カベルネソービニョン、 15% カベルネフランが 5% か、なので、まあ、ちょっと国際品種も混ぜつつ、サンジョベーゼ主体のワイン主体のワイン、ね、になってるかなと思いますね。まあすごく久しぶりに飲むので、まあ昔の記憶はちょっと忘れながら飲もうかなとは思いますね。楽しみ。あ、ちなみにね、女性が当主なのですごく綺麗なエレガントで上品な赤ワインになってるはずで、少しその、ね、海からの風っていう影響もあったので、ちょっとなんか塩っぽさを感じるようなイメージだった気がしますけども、果たして久々に飲むこのワインはどうなってるでしょうか。2018年のワインですね。はい、それではやっていきましょう。ゆきおとワイン。はい、色合いは結構綺麗なルビー色っていう感じだね。うん、赤主体で、中心はそんなに濃い感じじゃないけど、全体的にすごく澄んでて綺麗な色だね。うん、はい、じゃあいただきましょう。いい色だね、綺麗な色してます。あー、すごく、そうだね、果実もあるし、ハーブ、スパイスで土のような香り、なんかすごく複雑な感じだね。うん、うんうんうん、で、すごく、まあ、自然なままに作るので、
添加物を加えず、自然酵母で発酵するし、無成長無ろ過、だしね。アルさんはすごくちょっとだけ多分最後に加えてるっぽいけど、まあ、それもネガティブな反応が受けないようにごく少量っていう感じだね。うん、優しくナチュラルだね。綺麗なやっぱり印象だね、すごく。まあスワリングすると少しね、そのサンジョベゼのね、ブドウの、まあ、少し酸が特徴的なブドウ品種なので、まあ、その少しその酸のあるような、赤系果実のような雰囲気からちょっとね甘い感じの果実も漂ってきて、いやすごくいい香りで、やっぱねこのすごく本当にそういう風に言われたからなんとなく印象を持っちゃうけど、やっぱ少しね塩っ気というか、まあ、溶土香のような感じがあるんだね、まあ、海のその感じ、まあ、よく言うとあのまあ青のりとかね、なんかそういったような雰囲気の香りなんだけど、溶土香ねが多少するような気がするね、あとはカベルネとかも加わってるから、そのカベルネ系から来る少しあの杉のようなあの森のような香りとかね、なんかその樽の香りじゃない木の香りみたいな、のもあったりして、まあ樽の要素も多少あるんだけど、でもこれ多分樽そんなにかけてないかな、すごい小樽ちっちゃい樽でねバニラの香りをつけたりそういう系の樽の使い方はしてないだろうから、なんか大樽とかで優しくね熟成したような感じ、寝かしたような感じのイメージです。飲んでみましょう。美味しいで綺麗だね。なんかすごくスマートで綺麗なサンジョベーゼって感じだね。タンニンも、まあ、タンニン分はあるんだけど、なんかザラッとして強いようなタンニン分ではないので、ボディがそんな重い感じじゃないんだけど、ね、と軽やかには感じるんだけど、すごい余韻が綺麗に続くっていう感じかな。美味しいね。なんかそこまでこのすごく個性的にこうすごい触れてるワインではなくて、なんかその王道な綺麗なエレガントなサンジョベーゼっていうのをすごくピュアに表現してるようなイメージだね。美味しい、やっぱ。いいね。まあカベルネ系が入ってるからとっつきやすくなってるのかな、どうなんだろう。そのカベルネが骨格を作ってくれてるのかもしれないけど、ちょっとそこまではなんともこのわからないけど、いい香りだね。綺麗だね。酸がすごく上品だし、果実もやっぱりあの、まあ、熟したような果実じゃなくて、まあ、成熟はしてるんだろうけど、まだこの新鮮さを残しているような果実もあるから、まあ、また少し熟成したらね変わってくるかもしれないけど、すごく上品で綺麗なワインだね。美味しい。そしてちょっとねおやつあるから今日はこれを買ってまいりました。はい、よいしょ。はい、こちらでございます。どうよこれ、どうよこれ、買ってきちゃった。こちらは、フィリップ・コンティチーニですね。パリのパティスリーのタルトタタンでございますね。美味しそう。ちょっとこれ食べたかったんだよね、ちょっとね興味あってさ、食べようかな。なんとパリではね、あの、ピエール・エルメさんと同じぐらい有名な人らしい。結構な巨匠だよね。フィリップ・コンティチーニ。渋谷にねあるんだよね、スクランブルスクエアのとこに入ってて、なんか以前その近くにある森吉田さんのねモンブラン食べたんだけど、それも紹介しててよかったら動画見てください。でその森吉田さんのお店がある、なんか本当に向かい側ぐらいにあって、見てはいたんだけど、その当時は多分全然知らなかったんだけど、
今日はねちょっと買ってきたのでちょっと食べてみようかなと思います。いただきます。おお、ずっしりきてる。こんな感じでございます。タルトタタン食べます。いただきます。うん、上品な味付けだね。うん、おいしい。いやー、うわ、これね、リンゴの部分がめちゃめちゃこの上品な味付け、全然甘くないんです。なんで3回言ったんだ今。なんかリンゴの食感も残ってるし、そのちょっとねフレッシュな風味も多少あるんだけど、そのまあ優しい味付けのリンゴにこの下のタルト、なんていうのか、下の部分、サクサクした部分ね、そうタルトの部分かが、でバターの香りがすごいそこがふわっときて、でその優しいリンゴの風味とそのちょっとこう主張があるバターの香りがこの混じってね、美味しいね。ワインもね、ワインこれ合うのかな。うん、ちょっと時間経っちゃったからわからんけど、今食べてからの時間があったから、うん、美味しいです。ワインも美味しい。いやー美味しいな。なんかこのタルトタタンがなんかすごくまあメインで売ってて、でちょこっとなんかハート型のケーキみたいなのも売ってたんだけど、いやなんかちょっと他のも試してみたいな。ちょっとこれだけだとまた、うん、あれだけど、そう非常に美味しいタルトタタンでございますね。食べたことある人いるかな、どうだろう。まあそ有名なのかな。今までそんな知らなかったからさ、あれだけどね、まあもし食べたことある人いたらぜひね、コメントでね、教えていただければと思います。はい、ということで本日ご紹介したのはフィリップ・コンティチーニのタルトタタンでございました。ワインねワインの話してますね。はい、まあ、ちょっとワイン最後にワインちょっと飲んで締めよう。そうこっちに気がタルトタタンに気がいっちゃった。よいしょ。はい、さあそんで今日はマンドルリのね赤ね、うん、なんか少し時間を置くとまた変わるかな、うん、かもしれない、うん、開けたてはより香りはもっと開くかもしれない。お花っぽい香りがね少し出てきたし、いい香りだね。そうでこのねマンドルリー、もう一つこの一つ上のクラスの赤が30ベースで 100% のがあるんだけど、それも美味しいんだわ。それも美味しいの。それもね、またもし紹介できたらなと思うけどね。いいワインなんです本当に。うん、これも美味しいけどね、うん、うん、美味しいです。はい、ということで本日ご紹介したのはこちらイマンドルリというイタリアの生産者のビーノロッソ2018年でございました。サンジョベージェ主体の言えてないサンジョベージェ主体のサンジョベーゼ主体の赤ワインでございますね。はい、そして、こちらはフィリップ・コンティチーニさんのタルトタタンも食べましたよと、美味しかったですよということでございまして本日もご視聴ありがとうございました。ね、まあ、チャンネル登録とか高評価とか、まあね、やってもやらなくてもいいんですけど、本当はやってほしいという気持ちがねありますね。なんかさ、この前もじゃ締め方をなんかちゃんとね考えようと思ってさ、なんかこうバシッとねいう感じの締め方をね考えようかなと思ったんだけど、すっかりそれも忘れつつ今なんか考えながら締めようとしたらねちょっとグダったけどこんな感じで。やっていこう、これからも。はい、じゃあ今日もねご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきゅうでございました。それでは皆様、チアね。